から上がりました。晩酌をしたいと思います。コンビニで買ってきたほろ酔い白いサワーと大好きなカルパスで乾杯したいと思います。朝になりました。いい天気。朝食美味しかったです。ロビーのところでね、このコーヒーマシンあったんでアイスコーヒー入れてきました。ちょっとこれで目を覚ましつつ、実は今ねお湯沸かしてるので沸いたら朝風呂も入りたいと思います。まだ実はこの後のね行く場所を決めてなくて、ちょっと観光とかどうしようかなって悩んでるんですよね。なんか大涌谷の黒卵ってめちゃめちゃ有名なの、皆さん知ってますか？それ食べに行きたいなって思ったんですけど、結構時間かかるっぽい想像より遠かったんでどうしようかな。あとね箱根神社も行きたかったんですけど、アクセスがそこまで良くないっぽいのでどうしようかな。でも神社は行こうと思って、今日ね御朱印帳持ってきたんですよね。神社巡りはしたいなと思ってたんですけど、どうしようかな。ちょっとこの後の予定迷いつつゴロゴロしております。なんかねチェックアウトがね結構遅いんですよ。普通は10時なんですけど、公式サイトからね予約すると11時にしてもらえるので、朝はこんなにまったりできてます。なんかレイトチェックアウトか、もしくはなんか今ロビーのとこに千本釣りが用意されてて、
それを体験するかどちらか選べるようになってます。朝風呂です。気持ちいい。お湯が柔らかいです。ヒノキのコク感、金木犀の香りがします。いいね。